はい、ということでね、ボンジョールの浩平でございます。ということでね、ちょっとねこのね仮面をね、ベネチアンマスクを買ったんですけども、これめっちゃやばいっすよね、こうやってやるとね。今ですね、こちらあのサンタルチア駅ね、後ろあります。はい、で本日はですね、イタリア4日目ということで、あのこの後ですね、もうベネチア、この水の都ベネチアを離れまして、お次の町、フィレンツェに向かいたいと思います。いやーでも本当にね、ベネチア良かったですよね。さまざまな聖地もね見ることができましたし、まあ、あとねこの後ろにありますけど、この水路とかもねすごい良かったのでね、とても本当素晴らしい場所でございました。でまあ11時ぐらいのね、あのあれに乗りたいと思いますのでね。あ、ノーテンクス。そう、今ねあの自撮り棒をすごいセールスしてくるね人、この駅前広場ねすごいいっぱいいるんですよ。でまあそんな感じでね、11時ぐらいのね、あの列車に乗りましてね、フィレンツェ向かいたいと思います。ではですね、じゃあ早速行っていきましょう。はい、ってことでですね、じゃあちょっとね参考までにね、こちらあのトレニタリアっていうね高速鉄道なんですけれども、こちらのねチケットの買い方を、参考までにお教えしたいと思います。こちらの券売機でね買えますのでね。でまずですね、ここであの言語選択します。はい、日本語はありませんので、英語にします。 Beware of pickpockets、はい、で、Buy your ticket、 こちらを押します。で、自分の場合はね、フィレンツェに行きますので、こちらですね、フィレンツェサンタマリア、これですね。はい、で、まあ時間がね選択できます。まあ、ここね From 8am コンファームしていきます。で、このようにですね時間が出ます。出発するね、まあ、ネクストソリューションとか押せばね、ネクストソリューションとか押せば、次の、ね、列車とかが表示されます。で、まあ、自分はねもうチケット買ってるのでね、まあ、いいんですけれども、一番ね11時35分のこれにね乗る予定なので、これを押しますと、そうすると、はい、チケットの、種類が選べますね。まあ、これいわゆる普通のグリーン車とか普通車とかそういう感じのランクですね。イタリアではこれ4ランクありまして、一番下がスタンダード、まあエコノミークラスみたいなもんですね。で上がまあね、ファーストクラスみたいなもんですけども、まあ自分はねもうスタンダード買ったので、まあ試しにこれを押してみましょう。でそうするとね、人数選択があります。大人、子供、犬まで選べるんですね。動物とかも人数選ばなきゃいけないんですね。でこれでね人数を押したりとかしてねやりますけども、まあこれでここで最終確認が出まして、パーチェイス、支払いかな。でこれで支払い方法が出て、キャッシュはキャッシュ、クレジットカードはクレジットカードで支払えるという感じになっておりますね。はい、ということでですね、こちらね、トスカーナ県フィレンツェに到着いたしました。まあね、ちょうどねこのホームもね劇場版でねちらっとね出たと思いますけども、まあ、フィレンツェ到着っつってね出てると思いますけどもね、まあ、この後はね、もうお昼過ぎなので、まあとりあえずねなんか食べようということでね、まあ、劇場版との順番通りね、向かいたいと思います。まあね後ろにもありますけれども、こちらねこの中がねフィレンツェ中央市場になります。劇場版でもねこのね扉とかね入口多分描かれてると思いますけれども、まあねもう早速、中に入っていきましょう。うわすごい、あここだ、間違いない、ここですね、ここだ、ここですね。中央市場の中をねいろいろとぶらついてたんですけども、なんか精肉店みたいなねお店側を見つけまして、でここにはっきりと書いてありましたね、ザ・ベスト・ビステッカ・アン・ラ・フィオレティーナってね書いてありますね。まあこれが書いてあるってことは、ここでビステッカ・アン・ラ・フィオレティーナ食べれるってことなんでね、もう早速ね、注文したいと思います。はい、ということでですね、ちょっとね本当にねでかいビステッカが来ちゃったんですけど、これビステッカ・アン・ラ・フィオレティーネですね。これが、まあ、フィレンツェの名物料理、まあ、ティーボンステーキですよね、これどう見ても。あのね一人前ってこれはっきり言ったんですよ、はっきり言ったんですけど、この量ですからね。はい、もうやばいっすよね。ビステッカ・アン・ラ・フィオレティーネね、こちら実際1キロあるんですけど、これで1人前ですよ。僕1人前って言ったのに1キロ来ましたからね。1キロをね、食べ終わりました。ちょっとねこっからね映しますけれども、はい、
こんな感じでね、劇場版でね登場したあの A と全く同じですね。僕がね今回食べたこのビステッカンラフィオレティーナ以外にも、まあ劇場版でみんなが食べてたハンバーグだったり、あとはまあお寿司なんかもね、売っていたりしたのでね、まあ、この中央市場結構面白いかなと思います。はい、ということでですね、今ね、フィレンツェの中心街を歩いているんですけれども、横にですね、こちらね、じゃじゃん、こちらはね、あのヨハネちゃんのね、あの前売り券の、イラストで出ていたね、こちらも教会かな、神聖なまあ建物ですね、これも。でですね、このね、聖堂の真横にですねあるんですよね、こちら。はい、じゃじゃん、でっかい、もうねめっちゃねカメラね下に傾けないとね見えないくらいねでかいんですよ。はい、こちらがねかのサンタマリア聖堂でございます。はい、まあねこちらね本当にチカちゃんがでっかーって言ったようにねマジででかいんですよ本当に。まあフィレンツェで一番大きな建物と言われるだけのことありますね。はい、でですねこの後は、ヨハネちゃんがね用意はしてくれなかったんですけども、自分でですねネットの方で予約しました、クーポラねリオモの天蓋の方にですね実際に登っていきたいと思います。はい、本日最後のねお導き16時半のねチケットをネットで予約しましたので、あそこですねこの上この先っちょのとこ、ここねここにね、登っていきたいと思います。はいはい、いや、やばい、めっちゃ急勾配の階段ですねこれ、人の数がすごいですねここ。ここがですねクーポラですね、デュオモの天蓋、あのねエレベーターが全くないもんだからねすごいあれなんですよね、階段が急だったんですよね、淡島よりも多分すごかったかもしれない階段。めっちゃ綺麗ですね。いやてか高さすごい高いですね。あのね僕がねこの後行く予定のね、マリちゃんの知り合いの別荘とされている、ビラコーラというですね超高級ホテルなんですけれども、あの方角、はい、方角的にはあっちなのでね、ということでね、まあこちらねクーポラからねお届けしてきましたけどもね、この後はねもう超高級なねビラコーラをね行きたいと思いますのでね、いやー楽しみ、もう本当にねかなりやばいホテルらしいのでね、まあ、先ほどまでねビステッカンラフィオレティーネで、ね、1キロのやつ食べたんですけども、まあだいぶお腹もねもう空いてきたので、ね、大丈夫かなって感じですね。